今回は住宅取得プランニングの論点について解説したいと思います。住宅資金は教育資金や老後資金と並ぶ人生の三大資金の一つで大きな金額が必要になりますから綿密な計画を立てなくてはいけません。住宅取得資金は自己資金と借入金に分けて考えることができますが 住宅を買う人のほとんどは全額を自己資金で賄うことはできませんから、住宅ローンを計画的に組む必要があります。ちなみに、自己資金の目安として、物件価格の10%から20%程度の手付金と処刑費の用意が必要になると思ってください。それから、住宅ローンを組む際には、長期の資金計画が必要となりますから、借り入れ可能額ではなく、 返済可能額を元に借り入れるのが安全だと言えます。それから、長期の資金計画という意味では、住宅ローンの返済者が死亡してしまった場合のリスクヘッジも忘れてはいけません。そこで登場するのが、団体信用生命保険。略して、断信と呼ばれる金融商品です。これは、名前に生命保険とあるように、人が死んだ場合に保険金が支払われるものです。 住宅ローンの契約者が死んでしまうと、ローンを返済する人がいなくなりますから、住宅ローンの返済者を非保険者とする。つまり、住宅ローンの返済者が死ぬと保険金が支払われる商品です。ただ、普通の保険と違うのが、保険料を負担する契約者と保険の対象となる非保険者は住宅ローンの債務者なんですが、保険金の受取人は身内ではなく金融機関です。 つまり、これは金融機関にとってのリスクヘッジで、住宅ローンの返済者が途中で亡くなってしまっても、ローンの残高を保険金で回収するという仕組みです。ローンの返済者の遺族にとっても、男子の保険金で住宅ローンを完済してしまえば、借金の方に自宅が持っていかれることなく、引き続き家に住み続けることができるというメリットがあります。でこのような仕組みの商品ですから、 住宅ローンの契約者が亡くなった時に支払われる保険金の金額は、住宅ローンの残債に等しくて、時間の経過とともに住宅ローンの残債が減少すると、男子の保険金額も減少しますから、保険料もだんだん少なくなります。ただ、男子の保険料は通常住宅ローンの金利に含まれていますから、住宅ローンの契約者が保険料の減少を肌で感じることはないかもしれません。 次は金利について。ローンの金利は大きく分けて、固定金利と変動金利の2種類があります。固定金利は金利が変動しないタイプで、市中金利が上昇すると銀行が損をしてしまいますから、そのリスクを銀行が負う分、他の条件を同じとすると変動金利よりも利率が高いです。なので、借り入れを行う場合には、 将来の金利上昇を予想する場合に選ぶのがセオリーです。一方、変動金利は金利が変動するタイプですが、一般的に変動金利というと、半年ごとに金利が見直されて、5年ごとに返済額が見直されるものを指します。ですから、金利が上がってもしばらく返済額が変わらないので、利息ばかり返済して元本がなかなか減らないというリスクがあります。 なので、金利が上がった場合には、早めに返済条件を見直す必要があります。そういうわけで、変動金利は、借り入れを行う場合、将来の金利低下を予想する場合に選ぶのがセオリーです。それから、住宅ローン商品によっては、固定金利選択型というものもあります。これは、申し込み時から一定期間は固定金利で、 固定金利選択期間が終了すると固定金利または変動金利を選択するタイプです固定金利選択期間が終了すると必ず変動金利に移行するわけではありませんから間違えないようにしてください次は返済方法についてローンの返済方法には元利均等返済と元金均等返済の2つがあります 元利均等返済は元金と利息の合計、つまり毎回の返済額が変わらない返済方法です。なので、イメージ図の通り、当初返済するお金の内訳は利息の割合が多くて、だんだん元金の割合が多くなります。また、返済当初の負担は他の条件を同じとすると元金均等返済よりも少ないです。一方、 元金均等返済は、毎回返済する元金の額が変わらない返済方法です。なので、イメージ図の通り、当初返済する金額は、他の条件を同じとすると、元利均等返済よりも多いんですが、どんどん元金が減っていきますから、負担する利息もどんどん減って、トータルの返済額は、元利均等返済よりも少なくなります。 次は、繰り上げ返済について。最初に注意点を申し上げますと、繰り上げ返済というのは、未来に返済するはずだった元金を今返済する手続きのことです。その元金に付随する利息を払わなくて良くなった結果、総返済額が少なくなるメリットがあるという手続きで、利息を繰り上げるわけではありませんから勘違いしないようにしてください。 これを踏まえた上で、繰り上げ返済には、期間短縮型と返済額軽減型という2つの方法がありますので、一緒に説明していきたいと思います。期間短縮型は、返済期間を短縮する方法で、返済額軽減型は、毎回の返済額を軽減する方法です。画面のイメージ図で説明しますと、期間短縮型は、 元金を手前から繰り上げて、それに付随する利息を払わなくてよくなりますから、返済期間が短くなって、繰り上げ返済後の返済額は変わりません。一方、返済額軽減型は、元金を平均的に繰り上げて、それに付随する利息を払わなくてよくなりますから、返済期間は変わらないんですが、繰り上げ返済後の返済額は少なくなります。 図で見ると一目瞭然ですけれども、他の条件を同じとすると、期間短縮型は利息が占める割合が大きい手前の元金から繰り上げますから、利息の軽減効果が高くなります。ですので、どうしても毎月の家計の支出を減らしたいなど、特別な事情がない限りは、期間短縮型の返済をお勧めします。次はフラット35について。 フラット35は全国どこの金融機関でも取り扱われている住宅ローン商品です。フラット35のフラットは水平という意味で、金利が水平、つまり固定金利という意味です。融資期間が最長35年で、全期間固定金利ですから、フラット35というネーミングになっているんです。ただ、どこの金融機関でも 金利が同じというわけではなくて、金融機関ごとに金利は異なります。これは、フラット35という商品を使って、どれだけ儲けようとしているのかが、各金融機関によって違うからです。例えば、同じパンや牛乳を買うのでも、コンビニで買うのと、スーパーで買うのと、ドラッグストアで買うのとでは、値段が違うのと同じ理由です。ちなみに、 金利についてですが、金利は金融機関ごとに異なることのほか、融資を申し込んだ時点のものが適用されるわけではないという点に注意が必要です。申し込みをして審査が完了した後、融資実行時点の金利が適用されますから、申し込み時点の金利と適用される金利が違ってしまう可能性があります。また、 住宅の取得価格に対する借入金額の割合が90%を超えたり、返済期間を長く設定したりすると金利が高くなります。フラット35を使えば、物件価格の全額、100万円以上、8000万円以下まで借りることができるんですが、最低10%は自己資金を用意した方がいいと言えます。その他、 借り換え利用はできても、投資用物件の取得資金に利用することはできなかったり、保証人と保証料は不要で、団体信用生命保険は任意加入となっていたり、繰り上げ返済をする際の手数料は不要で、繰り上げ方法によって最低額が異なっていたりと、細かな要件を挙げるとキリがないんですが、確認問題やお金の寺小屋の模試を中心に、 余裕がある範囲で覚えるようにして、深追いは避けてください。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。